はい、皆さんこんばんは、ワドです。2018年3月の21日、21時27分です。よろしくお願いします。通常枠です。よろしくお願いします。はい、現場面は脱。はい、貯金さんいらっしゃい。解放いらっしゃい。お、ゆうこさんいらっしゃい。どうもどうも。はい、お疲れ様。キツネ、そうだね。うん、通常枠やろうよって。キツネ面白くないって言われたから。バカありがとう。どうも。エヴァ以外に、めっちゃ見てた。エヴァ以外にめちゃくちゃ見てたアニメ。あー、どうだろうな。漫画はヘビーに見てたけど、アニメでドハマりしたのはエヴァンゲリオンかな。もう本当に繰り返し見たっていうのはエヴァンゲリオン。あとは、攻殻機動隊の押井守の作品のゴースト・イン・ザ・シェルっていう作品と、昔はね、オンラインとかで見れなかったから、DVD を持ってるのを繰り返し見たっていう感じだからね。なんだろう。ディズニーとかもよく見たけどね。ディズニーのビデオがあって。あとはまあ、なんだろう。アキラ。まあ定番だよね。アキラとか。あれが好きだったね。コン・サトシっていう人の作品は好きで。コン・サトシさんの作品も見たし、最近見た中で面白かったのはピンポンかな。考察がいらないからね、でも。攻殻機動隊とかジブリっていうのは考察が必要で何度も見ないとわからないけど。夜飯はなんか食ったかな？いや、買い物行ってね、肉豆腐作ろうと思って、肉豆腐の道具じゃねえや、食材は買ってきたけど、まだ何も作ってないな。で、冷蔵庫の中にサンドイッチがあるかな。卵の。まあ食べてない。ロードスターさんバーガーありがとう。お経の CD さんバーガーありがとう。にゃこーこんばんは。はい、たくみさんお疲れっす。たくみさん、すごいね、今。YouTube。ありがとね。いや、先月まで苦しかったけど、なんか乗り越えられそうだね。YouTube すごいね、今ね、たくみさんね。これ伸びるっしょ。今、とんでもないことになってるよ。和道の YouTube。作戦勝ちじゃん？粘り勝ちって感じだよね、俺らの。いや、助かります。ありがとう。ねえ、いい感じだね。チャンネル登録数がすごい伸びてて、昔はね、1ヶ月に何人とかいうレベルだったのに、最近すごいよ、YouTube のチャンネルの伸びが。ありがたいよ。なんか YouTube 配信者もなんか相性が良くなってきたんだろうね。チャンネル登録今ね、YouTube 10人ずつぐらい。そんないかないか。5人ずつぐらい増えてんのか。アップロードするたびに人が増えてるからね。いい時で10人、チャンネル登録。で、まあ積み重ねだよね、本当に。
まあ平均して5人とか、少ない日で5人とかだから。はい、こんばんは。いや、いいよね。YouTube は Google の傘下だね。っていうか Google のコンテンツ。いや、そんなことないよ、チャンさん。あのね、そんなことない。広告多いのは、一つの動画に広告バーって入ってるからそう見えるだけで、普通の YouTuber って5分の動画に頭とケツに広告を入れてんの。15分おきに入れてるから。だから普通の人より少ないんだよ、チャンさん。それが一画面にギュッてなってるから、バーって広告が見えるから、人よりも多く見えるだけなの。俺の場合、4時間上げてるから。4時間上げて、15分おきに広告が流れるから、広告多くないですよ、普通の人より。今って YouTube の1回の再生数いくらだっけ。いや、あのそれはね、昔からそのブログとか書かれたり噂になってるけど 0.1 円って言われてるけど、あれ正確に言うとね、人によって全然違うの。だから1回の再生数でいくらっていうのは意味がない。俺はね、単価が高いの。1回の再生数で10円以上もらってるから。なんでかっていうと、1個の動画の中で広告数もそうだし、何分見られてるかとかが関係があるのね。だから、その5分でやってる YouTuber と、俺らみたいに4時間でやってる YouTuber の、その再生数と、そう、1回の単価全然違うの。人によって。だから Google はフェアにやってるのね。そう。だから俺は単価高いですよ。1個の動画に対して。で、爆伸びしてるね。YouTube の単価は。YouTube も、だけでも、あれじゃん？ 2 年後とか食っていけそうな気がするよ。2、30万取れそうな気がするね。多分。それを狙ってるんだけどね。ダブルインカムでね。そしたらほら、配信もやって YouTube でも稼げてっていう、そのメリットがあるから。まあまあまあ、それはずっとあの匠さんと話し合って、もうニコ生時代から2人でタッグ組んでるからね。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。ようこそ。和道です。フェイスブックがトランプ政権誕生に利用されただかニュースがあったとかで、個人情報を利用してるビジネスモデルの Facebook とか Google の株価がちょっと下がったみたい。いやいや、誕生に利用されたんじゃなくて、 Facebook がバックアップしたんだよ、トランプ政権って。Facebook の経営者の一人がトランプ政権のあれだよ、あの裏方やってたんだから。だから Facebook がトランプを押したんだよ。だから利用されたっていうのは間違い。トランプ政権っていうのは SNS とかそういうあのベンチャー企業がバックアップしてできた政権でもあるから。そうだよ、それは有名な話だよ。調べると出てくる。バカありがとう。だから利用されたってどういうことみたいな。お前らが利用したんだろうっていう。 Facebook 側が作った政権でもあるから。要はシリコンバレーの連中がその民衆とかの声っていうのを拾い上げられるわけじゃん。ビッグデータを持ってるわけだから。本当はトランプ受かりやすいっていうのを計算に入れてたりとかしたんでしょ。だからもう簡単に言うと、テレビが負けたっていうことね。テレビが SNS に負けたっていう構図だよ。日本でもだから政治変わったじゃん、だいぶ。その政治家とかがさ、ネットテレビに出るようになったし、ネットテレビも政治的な発言多くなったでしょ。昔はニコ動だけだったけどね。だから力のあるツールを持ってると、やっぱ政治動かせるから、やっぱりでかいと思うよ。政治の転換期かもしれないね。今知ってる？ YouTube ライブでニコ生見たコメントが流れるツールが開発されたの知ってる？ニコ動ってさ、コメントこっちからバーって流れるじゃん。これを Google の、Chrome っていうさ、あの、ブラウザあるじゃん。Chrome のプラグインっていうさ、その追加をできるツールがあるんだけど、
YouTube のコメント欄ってこの辺にここに流れてるだけだったのが、そのプラグインを入れるとコメントこうやって流れるようにできちゃったんだよ。でもう完全に負けたって言って、ニコ動のメリットが一つもなくなったって。高画質でしょ、で無料でできるでしょ、でコメントは横に流れるでしょ。すごいよね。安倍さんっていうか、もともと民主党から自民党になるときにネトウヨって急に誕生したでしょ。あれって自民党がウェブ屋さんに金払って政治活動をネットでやったからだよっていう、そのなんか裏側、なんか結構だから対象、もうネットは自由とかないんだよ。ネットもメディアになっちゃってて、そのマスゴミマスゴミとか言えなくなるよ多分。インターネットもうバンバン業者入ってるから、だからネトウヨってあれ作られた存在なんだよ。急に右に傾いたでしょ。もっと冷静に見ないとダメだよ。ニコ動はやる意味ないでしょ。だって金払わないと見れない、金払わないと使えないっていうサイトでしょ。バカにしすぎでしょちょっと。まあまあ俺は Google の方が全然いいと思う。信用できるからね。ニコ玉麻生さん、ニコマありがとう、フォローありがとう。 DV マヤさんいらっしゃい。すごい小手半だね。 DV マヤ、ダメだよ家庭内暴力。電通のビーソがなんちゃらみたいなやつとか、あれは普通に使われる用語で、会社あのあれだよ、あの普通に会社経営やってた時に F 層とかでしょ、 B 層とか、あれは全然使う用語だよマーケティングで。俺は30代以上から50代ぐらいの、人を狙ってターゲットでやってるから、そうは決めてやってるよ、うん、で所得がどれくらいの人を相手にやるとか、うん、いやそれ普通だよ。笑った？俺別に笑わなかったけどな。それよりも昨日の石田の件では爆笑したけど、本当に腹抱えて笑った、面白かった。バカありがとう。まあ、格闘技は何があるか分かんないからね、うん、全然別に正々堂々と戦って負けて号泣で、別になんかそれを笑うところないけどな、うん、一生懸命やってる人俺は笑えないけどな。どこがツボだったんだろう。ガードが低いよな、ちょっとガード覚えたりしたらいいんじゃない。なんであんなガード低いんだろう。目がいいんだろうな。あれもったいないよな。俺は弱い人間が強い人間に勝つっていうのがドラマだと思ってるんだよね。強い人間って生まれつき強いわけだから、強い人の戦いとか見てもあんまりグッとこないんですよ。そうじゃなくて、なんか弱い人間とか持ってない人間が強いやつにどう戦うのかみたいなのが結構好き。なんか感動を覚えるかな。すげえとか泣けるとかそういう感じ。ドレさんはね、4月の1日ぐらいに復帰するとは俺には言ってたけど、まあまあそうなんじゃないかな。アンディ・フグはすごかったね。身長175とかでしょ。てか多分もっと低いよね。多分173ぐらいしかないよね。あの身長ってだって俺よりちょっと高いぐらいだよ。すっごいチビなんだよ。
格闘家のヘビー級でやるにはよくやってたよな。好きだったわねえ葵さんね。筋肉の鎧で一番鍛え上げてたもんね。フグは180あったっけ。あった、ちょ待って、アンディフグ、アンディフグって170センチ台だと思ったけどな。あ、180って書いてあるわ。180あったんだ、フグ。知らなかった。すいません。180あるんだ、うん。おい、ありがとう。花火ありがとう。あ、ワイヤーで買ったんだ。わ、まあ、ワイヤーでね、うん。おめでとうございます、ワイヤーで、うん。すごいね。買ったんだ。え、試合内容どうだったの、ワイヤーで。よかった。あ、え、何、ヒョードルもそんなに低いの？ヒョードルもそんなに低いの？え、ヒョードルめちゃめちゃでかいと思ってたわ。あ、そうなんだ。へえ、知らなかったな。そうなんだ。すげえ。化け物みたいに強いもんね。でかく見えたけど、わかんねえもんだな。ヒョードル化け物だよね。すげえわ。怖っ。あの身長であんなバッタバッタなぎ倒してたんだ。かっこいいよね。俺ね、フックをこうやって返す人、あのフックって実はいろいろ種類あってさ、この軌道はそうなんだけど、こう打つ人もこう打つ人もいるの分かる。いや、ゴルゴさんじゃ勝てないと思うよ。俺はこういくタイプなの。こうフック入れるタイプなの。でもこう入れるタイプも、ドレさんはこうだって言ってる。あ、じゃあこうか。回転を入れた方が、理論上回転を入れた方が強くなるはずな。俺はそのまま行くね。捨てたのは許せないって何よ、それ孫悟空さんの思いでしょ。何捨てたっていう言い方、それは孫悟空さんの一方的な決めつけだと思うよ。ゴルゴ極真黒帯。あ、そうなんだ。じゃあ、いい試合になるな。俺、ゴルゴさんはボディビルダーとかそういうタイプの人だと思った。あ、じゃあ、全然じゃん。黒帯持ってんなら。あ、でも、ドレさん相当強いよ。なんかみんな弱いっていう人いるけど、相当強いよ。いや、クモンが弱いとは思わないけど。何生意気になったって。ねじ込んだ方が推進力って言って、ほら、銃弾も回転させるのと同じ原理で貫く力が生まれるんですよ。だから回転させた方が原理的にはいい、ねじ込んだ方が。パワー負けしちゃう。まあ、やってみないと分かんないよな、やってみないと分かんないと思う。トモさん、風船ありがとう。格闘技はどっちが強いとか相性とかいろいろあるから、まあまあ、でもドレさんにメリットないでしょ。ゴルゴさん無名だから。なんか俺もよくカソナマヌシから指名されるけどさ、俺に何のメリットがあるんだってよく思うもんね。ましてや俺ファイターじゃないしみたいな。強いやつでやれよって思わない？やりたいんだったら。なんで弱い俺を指名するんだよって。すげえ格好悪いと思うんだよね。空手家はそうだね。K1 の時言われてたのはまさにそうで、
やっぱキックとかの選手よりもガードが低くてやられちゃってましたよね。今でも改良だいぶされてるんじゃないかな。まあ、体はもともと顔面打たないかんね。空手は基本が顔面なんて守んなくてこういう構えっすね。ガバガバっていう。空手やってたけどやっぱこんなんやらないもん。ここっすもん。でボディとかここでさばくっていう。空手家のガードこの辺っすね。アメリカ人と何回もやってるよ俺。動画残ってるよ。アメリカ人と2回やってるよ俺。見る？アメリカ人 VS ワード。今キャプレルよ。もうやってるやってる特に。終わってますそれは。見たい？いやいいよ。見たかったら。声を上げた人を優先するから。アメジンとやったのはどれだ。何分ぐらいだったかな。これか。ちょっと待ってね。バカありがとう。準備するね。はい、ワード2。1355。とっちゃんっていう人が強かったな。ちょっと待ってね。この辺かな。これか。いきますよ。見える？オッケー。いくよ。隠れファンの方ありがとう。これキックルールだったっけ？はい、ワードツー、人切り抜刀斎さんいらっしゃい。これはあれだね、キックつけてるから、レガスつけてるから、キックボクシングルールか。こんばんは。あ、バカありがとう、コトナッツさん。メルレマリー、こんばんは。捨て頃じゃない、練習で、なんかアメリカ人とやってほしいって言ったから、もうやったよっつって。リング、これくらいだね、捨て頃の大きさも。いいボディだな。クリーンしてもいいですよ。クリーンしてもいいですよ。クリーンしてもいいですよ。
陰謀はね、あの光くんのリスナーさんに教わった技だでした。はい、やってるやってる、もうまあまあしょうがないよね。うん、俺もあんまりループは嫌だなと思ってるけど、うん、どれさん苦手なんだ。まあしょうがないよ、うん、入れ替わっていくもんで、その時その時でリスナーさんの流れでやっていかないといけないから、あんまりループしないようにコントロールしようとは思ってるけど、うん、面白かった、ありがとう。まあね、アイテムくれた人に関しては優先して、やっぱりその人が見たいものっていうのは優先してやっていくよ。当たり前だけど殴られるの分かってて向かうのは怖い。あ、まあ怖いよ、怖いよ、カルフ怖い怖い。アドレナリンが出ちゃえばいいんだけど、出る前にやられるともう仕掛けられると終わりだよね。そのペースをつかむみたいな、今日つくとかいろんな言葉があるんだけどさ、要はね、だんだん分かってきたのが騙し合いなんだよね。あのなんかね、格闘技ってパワー系のスポーツだと思ってる人多いと思うんだけど、あのね、チェスとかの要素とかも入ってるの、その駆け引きっていうのかな。だからその上手い人とやるともういなされちゃうんだよね。パワーがあれば勝つわけでもなくて、逆にパワーあった方が有利だけど、スピードパワー反射神経あった方が有利なんだけど、上手い人とやると分かるよそれが。その例えばそのドレさんがとか達彦がよくやるのが、こうやってこうやってついてくんの、ね、こうやってこうやってって、そしたら軌道を変えてってこう、もうここで仕留めるための伏線なの、これが。こうやって距離測ってるな、こうもうここで仕留められてるとかさ、パンパンって、そうこういうのがある、うん、荒野行動わかんないですね。なんかいろんなそのまあ6種類しかパンチってなくて、左ストレート、右ストレート、まあ、これワンツーってやつでしょ。で、フック、フック。で、あとアッパーしかない。この6種類しかないから、もう、厳密に言うとスマッシュとかあるのよ。こういう技とかも。でも、基本的にはそのストレート系とフック系と、あと、アッパーしかないのね。だからこの6種類をどうやって防御するかの駆け引きじゃん、ボクシングは。だからすごく面白い。はい、お疲れ様です。それをボディに落とすのか顔面に行くのかっていう、もう上半身しか叩けないから、でこっち側叩けないのね、もう前の上か下かしかないから、攻撃が最大の防御ではあるけど、後の線とかっていうのが今度あるのよ。俺はだからその攻撃最大の防御だっつうから、インファイトに特化してやってんのね。で相手のペースつかまさないで、出鼻くじいてその距離詰めて相手に何もさせないっていうのが俺の戦法なのよ。で、ただ、全力でぶん回したとしても素人のスタミナだと30秒持たないんだよ。だからいなしていなしてとかあるし、今ドレさんから教わったのは、こうやって構えるの、こうやって、で相手のストレートに対してそれをここの前のでこうやってカウンター入れちゃうっていう技があるのね。
これ実はテルがやってたんだけど、潜在的にこうやってここでもうね、クロスカウンターじゃなくてジャブで取るっていう技とかもあんのね。要は打ってる時がガードが一番ガラ空きだから、その押さえつつかぶせちゃうっていう技があんの。そうだからもう本当に面白い。それがその駆け引きの要素っていうか、その自分が持ってる技と相手との相性があるの。例えばストレート系で距離測ってくるタイプはパンって打ってバックステップ踏むタイプもいれば、俺みたいにバンってこう入ってくるタイプもいるわけじゃん。それによって全然相性が変わるから。そうだから一番いいのは攻防一体、攻防一体って言って、そう避ける動作と打つ動作が連動してるっていうのが理想形。アクセサリーどこのですか。いやどこのノーブランドっていうか666とか、これノーブランドかな。どれのことだろう。特にノーブランドですね。タバコやめてほしいって何なんで俺がそんなタバコをやめなきゃいけないのかよくわかんないんだけど、相手に打たせてカウンターっていう技、カウンターパンチはそういうのもあるね。だから今のはそのカウンターの、そのジャブ系のカウンターとか早く抜くっていう、これはその効かせる技じゃなくて、こうやって前に構えてサッて入れるっていうのは、打ったら打たれるっていう癖をつけるのよ相手に。そうすると打つのが怖くなるっていう心理的な圧迫があるの。例えばさ、ジャブ出したのバンってこう食らったらさ、毎回3回ぐらい食らってみ、手出すの嫌になるでしょっていう、その心理的な、スタミナ最強の武器だね。むしろ そこが素人はスタミナ あればあるほど強いから、スタミナオンリーみたいなとこあるね。次回の捨て頃出ないっつってんじゃん。マチルダいらっしゃい。剣棒ありがとう。アイテムスタミナはめちゃめちゃ武器になるよ。でもなんかその格闘技がどうのこうのでタバコやめてほしいっていうよりも、ただタバコ嫌いな人がタバコやめてほしいって言ってるようにしか聞こえないから、だからそこはなんかどうなんだろう。俺は愛煙家だから。強い方が勝つで、シンプルでいいんじゃない。攻撃一番っていうか、あのね、ドレさんに言われたんだけど、あのね、攻撃はぶっちゃけた話誰でもできるっていうか、子供でもできるのが攻撃なんだけど、防御は奥が深いのよ。防御は奥が深いのね。ただこう避けるだけの動きでもいろんな種類があるのよ。こう避けるだけでいろんな種類があるの。意味が分かんないでしょ。だからそういうのが面白いよ。ただこう動く、横にこうやってシフトするだけの動きの中に複雑な動きがあって、そう腰をどう切るとか。防御は運ゲーじゃない。防御が上手くないと勝てないの。だから防御の、俺がやって最近思ったのは、ボクシングは攻撃のゲームじゃなくて防御のゲームだっていうのが分かった。多分ね、格ゲーが上手い人も同じ理論言うと思うよ。距離の測り方と防御が上手いやつが勝つって言うと思う。防御うまいよね。だからプロと素人の圧倒的な差って、多分防御とか足のステップワークとかだと思うよ多分。そうステップワークっていうの、回り込むっていう、その距離測ったりこう回転していくんだけど、視界から消えるもん本当に上手い人は。
ヘッドギアはね、俺がインファイトでこうやってめちゃめちゃ顎引いてこうやってやるスタイルに切り替えてるからね、ここで見えないんだよね。すげえ、距離感わからなくなるどころか見えない。だからファイトスタイル的にね、ヘッドギア向いてないっつうかね、怖い。要はパンチ見えないところから、死角から飛んでくるから、すげえやだ。ヘッドギアつけた方が危ないと思う。避けらんないの。で、避けるのうまいって言われてるのね。だから、俺はヘッドギアつけたらもうボコボコにされる。臭いのはね、要は洗ってないからだよ。臭いのは洗ってないから。要は、レンタルとかじゃん。自分のヘッドギア臭くないもん。だから使い込んで汗染み込んでほっといてるから臭いの。メンテナンスしてないんだよ。俺のヘッドギア臭くねえもん。ここにあるけど、ヘッドギア。これ臭くないよ。臭くないわ。臭くないよ。だからメンテナンスしてれば臭くないですよ。俺のヘッドギアこれね。ヘッドギアすると防御をしなくなるんですよ。だからヘッドギアをしないで、俺はこうやって、俺は足技下手だからボクシングルールにしてもらったね。今回足技インローが得意だね。さっき見てもらったけど、インロー、ナイスインローって、インローめちゃめちゃインローに特化したの。インローは得意だよ。相手の前足を自分の左の前足でパチンって弾くの。でもミドルキックとかハイキック、ハイキックは打てないね。え、ボコったの？ヘッドギアはね、これね、前のプラスチックの部分が取れるタイプなの。日本拳法とかだとここにプラスチック入れるこういうタイプなんだけど、これがね、取れるの。ベリベリっつって。そうすると普通のボクシングのヘッドギアみたいになるっていう。このテープで留めてあるの。これはそういうタイプ買ったね。これを外せんの、パカッ。かっこいいの。まあ道具はリスナーさんに買ってもらったね。もう全部揃ってるよ。グローブもあるし、特にグローブが一番高い本革製のやつだね。ベヌムって言って、これはもう最高のグローブだから、いいの買いましたねってみんな言ってくれる。便所さんにもね、おお、いいの買ったじゃんって言ってもらえた。なんかね、ちょうど捨て頃の公式がこのグローブらしくて、ちょうどいいかな。いや、プロではないでしょ。道具揃えてプロになれるんだったら誰でもプロになれるよ。でもやっぱりいいやつ使うと全然違うよね。花粉症ダメ。てつさんこんばんは。バカありがとう。アイテムありがとう。日券のアッパーっていう、日券は特殊だよ。日券特殊。で、日券強いよ。日券の技結構いいよ。縦剣使うんだよね。こうつくの。だから、なんつうんだろう、早いっつうか、なんつう、直突きっていうんだけど、こうくるんだよね。
腕長い方だね、俺は。180ぐらいだね。手が長い。バカありがとう、みん、あ、風船ありがとう、みんさん。あ、でも格闘技、女の人も結構やってる人多いからね。女の人でも上手い人上手いよ。女の人で技術高い人いる。パワーではほら、男性には勝てないけど、あの、蹴りとかめちゃめちゃ、しなやかな人とか、スピードめちゃめちゃ、スパンパンみたいな。スパンパンパンみたいな人いるよ。なあ、女性同士だったら余裕で勝てるだろうね。あの、おすすめだよ、女の人でも。スタイルめちゃめちゃ良くなるし、運動量が激しいから。ジム半分ぐらい女性だからね。フィットネス通うといいよ、お金に余裕のある人。楽しいよ。もんちゃんだってプロだもん。プロボクサーだよ。めちゃめちゃフォーム綺麗だよ。捨て頃選手の中で、男性選手の中で、全員の中で一番綺麗だよ。ドレさんとかベンジョさんよりフォーム綺麗だからね。ライセンス持ってんだよ。一人だけ、やっぱ女性とはいえ強いよ。だから同じ体重だったら負けないんじゃないの？下手したら。プロ続けて欲しかったけどね、俺は。なんか持ってるもの、持ってる人がなんか配信とかメインにするっていうのはもったいないなと思うんだよね。技多彩だね、女性の人の方が。はい、あ、腰痛持ってたら無理だね。ハビネスさんはどつ、ゲルゲルさんいらっしゃい。めちゃくちゃ痩せる。だいたいね、一回俺2時間ぐらい行くんだけど、1キロぐらい落ちるよ、体重が。な、顔すっきりする。顎周りとかリンパが流れて、で肩こりがなくなるね。次の日すっきりしてて、しばらく筋肉がいい感じに張るんだよね。血流が良くなるから楽しいよ、健康になる。腰痛は大変だよね。一回腰壊すともうずっとぎっくり腰の人とかいるもんね。母親がそうだったね。なんかやるたんびにぎっくり腰になるっていう。半年に一回ぐらい腰がぶっ壊れてる。いや、俺格闘技やってるに入らないからアドバイスできないけど、165の58キロ痩せすぎ。格闘技の種類によるんじゃないの。いや、だけど体重軽いってボクシングとかだったらね、あの、有利だからね。俺はちょっとごめん、ゲレゲレさん下手なこと言えないよ。キックボクシングか、いや、いいんじゃないですか。ちょっとわかんないね。ただまあ軽い人とやったことあるけど、早い、とにかく、とにかく早い。ヒットマンさん、お疲れ様です。ブリーンありがとう、ハートありがとう。アドツスピードでは勝てないなと思うもんな。でもドレさん、あれ何なんだろう。ドレさんね、あんだけ体重重たいのにね、早いんだよね、パンチが。ドレさんのジャブ異常に早いよ。なんか抜刀術みたいだもん。スパンスパンって、サッサッサッ。あそこまで使えたら強いよな。格闘バカ一台だからね。最近でもジム行けてないんだろうな。
ああ、70で60でクモンぐらいか。体脂肪とか体重の重さだけじゃないですからね。ほら、俺ブヨブヨの体じゃないですか。だけど体脂肪低いからね、格闘技やってる人は、毎日やってる人は。だからその感覚っていうのが俺には分かんないし、むしろゲレゲレさんの方が絶対うまいと思うから、下手なこと言えないです僕は。腰の回転だけで腕を後からついてこさせるっていう技で、だからバキでさ、ハンドポケットやる技あるじゃん、あれのここで構えるバージョンの速さ、ファンって出てくるよ。この前見せてもらったけど、多分捨て頃1の時より速くなってるね。なんかボクシングのジムまた通い始めて、なんかバキ読んでたらできるようになったって言ってたよ。やっと意味が分かったっつってた、54歳にして。だから実際本当に速い。今多分一番強いんじゃないの、油が一番乗ってんの。なんで54でまだ強くなってんだよな、意味わかんないよな。弱点はいろいろあるんだけどね、どれさんにも。だんだんわかるようになってきた。まあそれでも勝てないけどね。センスあるって意外と言われるんだよね。なんか意外とパンチも重たいし、意外とセンスあるから引け目に感じなくていいよとは言われてんだけどね。あんまりなんかわかんないな、自分だと。ドレさんの本格的に試合してるところがもう一回見たい。誰戦が見たい？ドレさんが活躍してるやつが見たい？誰だろう？どの時が一番面白いかな？持ってる動画だと。誰だろう？あ、便所さんとドレさんのやつが一番面白いんだ。便所太郎 VS ドレ。あれはドレさんキレッキレだったから見る。クモンリュウは普通に、まあ手合わせしたことは実は一回もないんだけど、多分ボクシングルールだったら俺勝つと思う。ボクシングルールだったら俺有利だと思うけど、キックだったら負けるだろうな。いつものスパー。え、何？ドレさんのやつが見たい。じゃあドレさんと原田さんのやつは？一番多分ドレさんが体が切れてたのが便所さんとやった時なの。で、技術も良かったし、パンチの回転も良かったの。原田さんとドレさん？ドレさんが活躍してんの？便所さんの時が多分一番体が切れてたと思うけどね。俺とドレさんもあるよ。俺とドレさんのやつもあるけど。どれがいい？見たいんだったら。どれでもいいよ、俺は。まあ多分いろんなカードの動画は持ってるから。そうそう、体って複雑なんだよね。ありがとう、匿名さん、桜花火ありがとう。ありがとうございます。何が見たいの？どれでもいいよ。じゃあどれにしようか。どれでもいいよはちょっとね。原田さん、俺とじゃあまず一番分かりやすいのが俺とドレさんにすっか。俺とドレさん、ちょっと待ってね。俺とドレさんが一番分かりやすいでしょ。2分間の試合かな？ 2 分。フォローありがとう。じゃあ行きます。行きます。これキックボクシングルールね。体が 体が北斗の拳だからね。これが分かんないんだよね、いまだに。え、分かつー。格闘家独特のやつがあるんだよね。これ泣くやつじゃない。楽しそうにやるからね、ドルさん。
組まれるとね、パワーで押されるんだよね、やっぱ。いや、笑うんだよね。楽しそうにやるんだよね、格闘技。いや、この後やられるから、技術さ見せられるから。この後からね、もう技術さ見せられるね、後半戦に。早いって何もできなくなるっていう早いでしょ。まあこういうのとかかな、こういうのとか。まあドレさんが活躍っていうか、まあこれは遊んでくれたやつだけど、ドレさんが、ドレさん、原田さんというやつとかいいんじゃないかな。原田さん、お疲れ様です。ああどうもどうも。あ、原田さん来てるじゃん。じゃあ原田さんとドレさんにしようか。これ結構前っすね、これ結構前っす、今のは。じゃあドレ VS 原田さんにしようか。原田さんいらっしゃるから、じゃあ行くよ。ドレ VS 原田さん。なんかね、ドレさんの動きが見たいんだって。ラニちゃんが。原田さん VS ドレさん。これかな。これはだからもう、プロと、まあ、ドレドレ兄さんの戦いだから。これいいんじゃないの？行くよ。動きが違うもんね、原田さん。あ、トレーニング終わりですよね。お疲れ様です。フリッカーフリッカージャブ。要はこれはドレさんのフリッカーに合わせてギャグっていうか、そのフリッカー対決っていう、格闘技ファンがその喜ぶようなプロレス的にやってくれたんで、原田さんが。ドレさんがフリッカー扱いだから、俺もできるよっていうね。これが本当のスパーリングなんだよね。その当てるか当てないかの技術の応酬を確認しちゃうのが、これができないんだよね。下手に力が入っちゃうから、俺ら素人は。プロ同士だとこうやって怪我しないで、あ、一本取られたなとか、こうなんつうの、うん、こういうことができるんだけど、要は抜けるんだよね。フリッカーはね、フリッカーっていうのはデトロイトスタイルっていうんだけど、普通こうやってオーソドックスで構えるのね。こうやって、わかる？こう構えるのがオーソドックスなんだけど、デトロイトスタイルってこうやってやる、この形、こうやってやって、こうやってジャブを出すの。だから軌道がさ、ジャブだと直線的じゃん。こうやって、わかる？こう打つわけじゃん。これをこう横から見るとね、こうやって構えて。こう来るんだよね。こう下からこうムチみたいに飛んでくるのがデトロイトスタイルのフリッカージャブっていう、こういう風にしてこうやるっていう。これはドレさんが使うのね。で、原田さんはフリッカー使いじゃないんだけど、ドレさんがこうやって構える人だから、その俺もフリッカーで行くっていう、そのちょっと格闘技やってる人が面白いっていう、そのなんだろう、格闘技の面白さだね。俺はフリッカー使えない。裏剣ではないね。裏剣は使っちゃいけないから。ラシバのやつ、そうそう。早っ。いや、自分を守りながらじゃないね。ガードを下げるから、要は防御を右手とかやるから、目が良くないとできないの。目の良さ、反射神経の良さがないとデトロイトスタイルはできない。残り15秒。要は避けるのに自信がないとダメってことね。防御力が半減するから、要は足とかうまく使えない人じゃないとできないっていうこと。お疲れ様です。まあこういうね、こういう感じですね。まあドレさんこんなもんじゃん。一番ドレさんが切れてたのは、便所サローさんの時にやったやつが回転がすごい良かったね。乗ってたね。
機敏、機敏っていうかさ、まあこうやって守ってりゃ打たれないわけだし、クロスアームブロックでこうやって突っ込まれたら打つところなんかないじゃん。こういう、これ防御の型なんだけど、クロスアームブロックっていう技なんだけど、こうやって振っていって入るとかあるのよ。まあボクシング、キックボクシングなら無理よ。ボクシングの技ね。あ、どうもどうも、ありがとうございます。フリッカーの構えは、あのね、黒人の有名な選手なんだっけ、すごい天才ファイター、メイウェザーのがよくこうやってやってるでしょ、こうやって避けるでしょ、うん、腕仕上がってますかね。いやいや、原田さんのプロ格闘家の前で恥ずかしいですよ。肩が違うの、肩がこんなだ。フリッカーは、俺はピーカブーが好きだけどね。まあピーカブー今やってるやつなんか一人もいないだろうけど、ピーカブースタイルが好きだよ。ガンガン入ってくる。いや、マッチョじゃないですよ全然。そうそうそう、マイク・タイソン以降出てないよね、やっぱピーカブー。あれはタイソンが異常に強すぎるんだよ、天才なんだよ。メガネは裸眼でいきますね。だから本当のこと言うとね、あれぼやぼやで見えてないから勘で避けてんだよ俺全部。いやね、勘で避けてるっていうか、頭振ってるから的が散ってるだけで。そう、マイク・タイソンは こういう動きだね初めの一歩はね、ウィービング、 こういう風に万字を書きながら入ってくる。タイソンはね、ちょっとカクカクってこう、こうキュッ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 ってこう入ってくる、うん、タイソンは化け物だよあれ、うん、アステゴロ1のね、俺が号泣するやつね。そう、デンプシーロールはこう一歩のやつは万字を書くの、こういう感じで入っていって、こういう動きだね。コンタクトは危ないよ。俺はタイソンのデンプシー、変速デンプシーロール、デンプシーの進化系が好きだね。こうパンパン、ランダムに来るっていう。猫だ、猫だ、もうここまで避けるからね。あ、メイウェザーみたいな戦い方がネコタのスタイルじゃないの、うん、だからあれだよね、クモン流とかネコタみたいなタイプでやりたいんだと思うよ。俺はクモン流ガード上げた方が絶対いいと思うけど、多分あれがやりたいんだと思う、クモン流は。だからもらっちゃうの、踏み込まれると。いやいや、僕はね、あと4日後に試合なんで、ちょっと緊張気味ですね。4日後にも試合あるからね、リスナーさんとガチのやつやるから、もうそれが終わって勝てたら最終調整だね。4日後はね、リング借りてリアトツありでリスナーさんの生でやりますから、横浜で。ここでね、リスナーさん25人リアトツ可能なんでね、来たい人は DM ください。すぐだね。いや、知らないどころじゃないよ、サンドバッグも叩いたことないんだから。そこでマイタクの天ぷらダメよ。持ってきてくれんならいいけど。ブリン来れば、横浜遠いの、ブリン。リアトツおいで。ここは調理器具ないよ。
いや、いいんだよ。ホチエマ、要は喧嘩でしょ？ボクシングルールで俺と喧嘩したいってことだから。ガタイは向こうの方がいいからね。ボディはね、多分ね、俺の方が背が低いんだ。だからね、向こうはね、ボディ打てないと思う。北海道か、じゃあ無理だね。俺はボディめちゃめちゃ狙うよ。うん。インファイター、インファイトだから、こう、中に入るから、ボディ狙いますよ、僕は。ただ、向こう側は、その、俺の頭が下にあるから、ボディさらに打ちづらいの。でも、チョッピングって言って、上からのパンチの方が体重乗るのね、原理の方が。背の高い人が上から振り下ろした方が体重が乗りやすいの。で、破壊力が生まれるから。だから、まっすぐ打つよりも上から来た方が来るでしょ、パンチ。だから、その破壊力がまず向こうの方が有利。押し潰す感じで叩けるから。でも、俺は逆に、そのボディを狙いやすかったり、今度下からパンチが来るの全部。今度相手は見えづらいっていうのがあるのね。こう、まっすぐこう来るよりも、こう来た方が見えづらいのよ。この辺の多分体感だと思う。身長差で言ったら、こういう下から来る感じでアッパー気味になるから相手は見えづらいと思う。怪我はするよ前回どれだけ怪我したと思ってんのよ。喧嘩の強さと格闘技の強さはね、あんまり関係ないと思う。うん、あんまり関係ない。なんでかっていうとね、あんまり関係ないね正直言うと。うん、それは地下格闘技見てればわかるよ。サミングってなんだろう。あのね、喧嘩はね、どちらかっていうとまた特殊なんだよね。格闘技ってね、技術、心技体っていうけど、心技術体の順番で重要だっていう、心技体っていうのがよくわかった。あれの意味が、目つぶしはダメよ。うん、そう。喧嘩はほら殺し合いじゃん、要は。あとね、喧嘩に慣れてんのとスポーツの上がり方が違うんだよね、やっぱり。あの、息の上がり方とか。だから、なんだろうな。やっぱ、まあ、喧嘩強い方が有利だけど、ちょっとやっぱ違うよね。だから、なんだろう。よくお前 KO されなかったなって言われたもん。あの、テル戦に関しては。あいつ喧嘩何回もやってるじゃん、テル。で、喧嘩強いのよ、テル。で、あんな息のいいさ、運動神経いいやつに、お前みたいな運動何もやったことないメタボなおっさんが、よく3ラウンド逃げ切ったなって言われた。確かに負けは負けだけど、お前は自分を守ることはうまいなって言ってたもん。結果、ね、その、負けちゃったけどね。まあ、そういう捉え方もあるんだと思って笑ったけど、いや負けは負けでしょうと思って急所狙うよ。例えば、うん、例えばボディーブローってえぐい技がいくつかあって説明しようか。いや、急所めちゃめちゃ狙うよ。急所狙わないって、あの、筋的は狙わないけど、例えばここスケさんっているんだけど、ここの肋骨ボディってさ、ここに入れるわけじゃん、こういうところ。でも今教わってる技っていうのが、ここのあばらのここの部分あるでしょ、みんなここ触って、ここ、ここのくっつくところ、ここ湾曲してるところあるでしょ、ここをさ、このボディのところでグリグリグリってやってごらん。こうやって角度入れて、超痛いでしょ、ここ触ってごらん。こうやってグリグリグリって超痛いでしょ。女の人も男の人もここの部分でこうやってゴリゴリやってごらん。ここ。ここね。ここを折りに行くから。ここを。バーンって。これ入ったら、16オンスだと折れないけど、普通に決まったら折れるよ。ここごっそり行くよ。ここの骨。っていう技とかもあるからね。16だと折れないけど、きしむっていうか、もう、痛いなんてもんじゃないよね。骨にひび入れる技だから、この湾曲してるから、えぐい技だと、ムエタイの選手とか、ここあるでしょ。
こっち打つんだけど、ここの部分でここをバチン叩くのよ。そうするとここ行くとか、そういう技とかもあるし、あと心臓ね、ここバーンって止めるとか、逆にここの部分をこうドンって入れるとか、ここね、ここバンって溝落ちってやつです。こことかいろんな急所がある。あのね、実際ね、格闘技やり始めてから、あのね、もうずっと指の神経とかピリ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 痛いの、冬場。すっごいね、痛いよ。もう指とかがピリ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 してんの、ずっと。この辺が。肋骨折りとか。うん、音の場合、いいや。なんか、微妙。ああ、そうなんだ、テル。まあ、テル喧嘩強いからね、テル引かないと思うよ。うん。いや、実際テルとやってめちゃめちゃ強かったからね。だからクモン流とやって初めて俺がどうだったのかっていう評価が生まれると思うの。だからテルには勝ってもらいたいよね。あ、女の人は折れちゃうよね。ロビーにいらっしゃい、ワドツ。はい、ワドツエンビ。だここね、ゴリゴリやって、ここをバンって思いっきり叩かれるイメージ持つと、自分の体でやると分かるよ、ここ。いないエロ放送に負けて。エロはやっぱ強いよ。6人相手に、だから喧嘩術っていうのがある。1人を徹底的にボコボコにするっていう。で、引かせるっていう。やっぱやられたくないわけじゃん。だからその一人をとっちめるとかなんかあるらしいよ、喧嘩術っていう。6対1どころかね、2対1じゃ絶対勝てないからね。だからもう一人を徹底してやんの、先に。でも戦意喪失させるとかいろいろあるらしいよ、喧嘩技は。でドルさんから教わって、さっきクロスアームブロックって技あったじゃん、こういうやつ。これはね、ドルさんから教わったんだけど、ドルさんに教えた人が黒人の喧嘩屋さんだったんだって。黒人がこうやって入るんだって、ガッて入って思いっきり左フック入れるっていう。もうこれで無敵無敗だったらしいよ、その黒人は。ストリートファイト、これ使えるよって。喧嘩はなんかこれ喧嘩技だね、これは。こっから入っていくって、頭振りながら打つところないじゃん。急所全部守りながら突っ込むっていうね。初めの一歩でもそういうシーン出てくるよね。多分ね、沢村のバレットの時だと思うけど、左のジャブがうるさすぎてかいくぐれなくて、これで突っ込んでくんだよね。ボディ思いっきり入れていいんだよ。入れていい。進撃の巨人みたいだった。全然いいんだよ。あー、はい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 。アッシャンジョーでもあるんだ。クロスアームブロックって技なの。俺は左手前に出すやつで覚えてるけど、左起点にしてるから。これはまあ打つところないよね、うん、おお、すごい。バーガー100個ありがとう。いいっす、ありがとう。胸見せて下ネタコメ読むだけでリスワン。ああ、まあいいんじゃん。クロスアームからフリッカーはない。フリッカーっていうのがこういう技だから、この構えからしかできないの。だからなんつうの、空手の構えとかに近いの。前歯の構えとかさ、こう普通の構えとか。
ありがとう、花火ありがとう、ロビちゃん。こうとか、そう、構えに近い、ね、うん、構え、オーソドックス、構え、うん、そう。だから防御に特化してるので、ね、これはっていうか、もう手出さないってことじゃんだからあのピーカブーっていうのもそうなんだけど、こっから手出しづらいじゃん。だから普通手出しやすいのこの辺で構えるわけじゃん。こうこうでこうでこう、わかる。こうだけどこっからだと遠くなるから、うん、俺はその方が出しやすいんだけど、もうこれでやっちゃってるから、うん、うん、でも この構えはね、ストレート系じゃなくて、かいくぐってフックなんだよね。反動で。パンツの戻り早い。うん、顎に戻ってないとダメなんだけど、ここがね。正面から見るのが一番いいよね。あのみんな引きの角度で見てるから、だからこういう角度で見てるじゃん。こういう角度でやり合ってんの。でもさ、こうやってやられると怖さがわかるでしょ、うんうん、これを避けるんだよ。もしくはパリーで払うんだよ。もしくはカウンター入れんだよ、これに。早いから勝てるというわけじゃなくて、心が強くないとこれを本番でできなくなって、結局これできてたのに、散々ジャブ打ちまくってたのに、本番これだから猫パンチ本番猫パンチだったでしょ、これ。にゃーんっつって俺もびっくりしたかんで、ね、もうそういうもんなのよ。これできてたんだよ、別に捨て頃1の時で、試合会場に行って、よっしゃやってやるぜ、にゃーんって、それはボコされるわな、なんだお前っつって。いや、観衆の前で上がるわけじゃなかったの、俺。そのライブとかやってたから観衆は平気だったのよ。そうじゃなくて、たった一人の男の蹴りの強さで全部バチン入って、やばーと思って、超痛いの、やっべ足やばーと思って、もうそっからぐちゃぐちゃ、にゃんにゃーんっつっていや、かっこ悪いけど、いや、そんなもんよ、本当に。じゃあリングで上がってみろよっていう。そう、まあ、だから猫パンチが出るかもしれないよ。怯えとかじゃないんだよな、怯えっていうか、なんて言えばいいんだろうな、なんて言えばいいんだろう。俺も1回しか試合やったことないから、しかもそれもテルトじゃん。筋力は別にしなくていいんじゃないかなと思うけど。だから最前列のさ、殴り合い見るとわかるよ。これよりも臨場感あるんだけどさ、みんなは遠くから見てるじゃん、捨て頃。だから観客の最前列とかこんな感じよ、こんな感じ。この顔見てよすごい臨場感でしょ。もう超必死なのわかるでしょ、この顔で。すごい大変なのよ。だ、写真の方が伝わるっていうか、あの、なんつうんだ、臨場感あるよね。うん、やっぱ怖いよ、喧嘩やったことないやつは。余裕でかわされてるよ余裕でかわされてるよ、うん、怖いよやっぱ。しかもテル強いのわかるじゃん、もう。テルが強いのなんかさ、わかるじゃん、見ただけで。その運動神経いいとか、フットサルとかだって、もう3時間とか平気で走れるんだよ、うん、やっぱ本気だったよ。いや、猫パンチかもしんないけど、マジなのわかるでしょ、顔が。いやー、だから本当に反射神経いいんだよ、わかるでしょ。
どれだけ真剣にやってるかっていうかさ、写真から伝わってくるでしょ。だから観客に押されたとかそういうのはなかったよ、実際なかった、一切。そうじゃなくて普通に負けたんだよ、普通に負けた。超極度の集中状態だね。だから時間何回か止まったかんね、本当に。うん、いやそりゃそうだよ、顔怖いでしょ、お互い殺し合いすんだから、グローブつけてるとはいえ。うん、痩せてるね、うん、しばき合いだかんな。一番面白い映像を見せてあげるよ、うん、俺がしばかれてるところねこれ何回見てもいい写真だよね。やばい、しばかれた方がかっこいいっていう、ね、めっちゃしばかれてるぞ、バチーン後ろから行かれてるっていう。和田レフェリーに怒られたからね、後ろ向いたらダメって後ろ向いたらダメって言われたから、うん、痛いとかじゃない、もう本当に痛いよ、もう痛いとかじゃないから痛いよ、うん、ただただ痛いよ。この写真も結構いい写真なんだよな、和田レフェリーね。この写真いい写真だよね、なんか感動的じゃない。もうこれもスタミナ切れてるからね、お互いスタミナ切れてるっていうもう息するのも限界って顔、これ3ラウンドだってすぐ分かるもんな、分かるでしょ、もう限界っすっていうこんな顔になるから。脳震盪怒るよ、脳震盪起こさせるために殴ってんの、うん、ありがとう、風船ありがとう、楽しんでってね。まあ思い出だよね、思い出、うん、やんのかゴラーっていう感じじゃなかったな、3ラウンド目は。3ラウンド目はそんな感じじゃなかった。トラウマになるっていうよりもやっぱ負けた悔しさは正直残ったよ。いやだから無理言って負けたら出させないって言ってたけど、まあ便所さんに頭下げてさ、頼むから出させてくれって、このまんまじゃ終われねえよって。それさ、みんなさ猫パンチでって笑ってるけどさ、やっぱ苦虫噛んだわけですよ僕は。悔しかったよ、男だからね、うん、だからまあだから取り返しに行くんだよ、そりゃそうでしょ。だからクモン流が負けたのを笑ってるのとかも俺は笑えない。俺は正直なんかそういう頑張ってる人とかを笑う悪趣味なことはするつもりないよ。そうだよ、うん、負けたまま終わりたくねえっつって便所さんにお願いしてた。で考えとく考えとくって言われてたから、いや頼むから出させてくれっつって、うん、そしたら思ったよりギャラが少なくなってた。ギャラが削られてたって情報出てこないね。
情報出てこないね、直樹兄さん。まあ見せたくないんでしょう、多分。やりづらい、やりづらい、ね、まあ卑怯だなとは思うけどね、配信者かよっていうそれでももっと根本的な問題だね。配信者として仕事しないってさ、どういうことみたいな大丈夫かよっていうのあるよね。まあいいんじゃない、勝っちゃいいんだ。俺は前回から学んだんだ、勝っちゃいいんだ。次の練習ね、テルともやるからな、楽しみだよね。全部で6本 と、試合が1本あるのよ。俺はリスナーさんと試合1本やるけど、あれだよ、スパーリングは何本かあるよ。全員順繰り回すね。ヒカルくん、テル、タツヒコ、全員強いからね。技術どれだけ上がってるか見ようかなと思って。ドレさん来てくれたら嬉しかったんだけどな。ドレさん腰重いかんな。いや、鬱っぽくはなかったけどね。鬱っぽくはない。でもね、もう年だからね。もう格闘技現役でやるのは最後の年だって言ってたから、なんか活躍してもらいたいなと思って。捨て頃出たかったな、一緒に。ドレさん出た方が絶対盛り上がるのに。なんかそう、お互いのさ、配信者同士の好き嫌いっていうのはあるの分かるけどさ、そういう時ってさ、やっぱりなんて言えばいいんだろう、なんか配信会全体のこと考えた方がいいと思うんだよね。
リスナーが求めてることやるのがやっぱ配信者だと思ってるから、その方がいいよ絶対。そうそう、まあまあ意地もプライドも大事だからね、何とも言えないけど、じゃあ俺はご飯、ああなんだ今マイクが飛んだな、ご飯作ろうかな、お米炊いて肉豆腐作るか。いやーまた汚くなってきたね部屋汚くなっちゃったね、うん、リさんでちょっと部屋片してさ、ご飯作ってまた放送するよ言われちゃったよね、部屋綺麗になりましたっつって、なってないっすね、ごめんなさい、うん、遅飯じゃない、俺起きたばっかりだから、あのペットショップに行ってあの鳥の餌買ってきて料理しながらシャカとペコと遊ぶよ。でまあ夜中に多分放送つけるからさ、また起きてる人いたら見に来てよ。ありがとね、たくさんコメント。楽しかった。じゃあ皆さんありがとうございました。もしよかったらあのフォローしていただけると嬉しいです。通知登録はね、俺頻繁に放送やるんで、通知登録はしなくて大丈夫です。Twitter とね、YouTube のフォローもぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。